こんにちは、レトロゲーム1000です。今回はプレイステーションの性能限界に挑戦するゲーム第2話です。アクション、シューティング、対戦型格闘、スポーツ、レーシング、様々なジャンルのゲームです。ゲームの順位に関係なくランダム順番の映像です。ドドンパチは1998年に SPS から発売されたシューティングゲームです。前作であるドンパチの続編にあたる作品であり、敵の撃った弾を避けるというシューティングゲームの基本的な要素を極端に高め、1画面に最大245発という凄まじい数、かつスピードの遅い弾幕とそれらの隙間を抜けられるほどの極端に小さい当たり判定の時期が話題を呼び、大ヒットを記録しました。現在に至るまで続く弾幕系シューティングの金字塔です。このゲームはシャープ製パソコン X68000 本体に同梱されたグラディウスの移植で名を馳せたソフトハウス SPS が移植しました。画面全体にあふれんばかりの物量を誇る敵弾、そしてそれをかわせるほどの極端に小さい当たり判定が特徴です。本作が後のシューティングゲームに与えた影響は計り知れず、今日でも語り継がれるシューティング史でも外せない作品です。ライトユーザーからコアユーザーまで幅広く楽しめます。ストリートファイター03は1998年にカプコンから発売された対戦格闘ゲームです。ストリートファイターゼロシリーズの特徴として、ストリートファイター2シリーズのようにドットパターンを駆使したグラデーションで陰影を表現するのではなく、ヴァンパイアシリーズに採用されたアニメ用の手法を用いたグラフィックを採用したことが挙げられます。追加キャラクターとしてティーホーク、DJ、ペイロー、ライル、殺意の波動に目覚めたリュウ、シン、ゴーキが登場します。キャラクターを選択した後にイズムという3つのスタイルを選択可能であり、各種システムが異なる上に技性能も微妙に変わるため、これによりキャラクター数が3倍と言えます。キャラクターを成長させて楽しむワールドツアーモードが追加されました。このモードではガードゲージがいらない、ウィズム以外でもオリジナルコンボを使えるなどの強化が可能です。前作02の基本部分はそのまま、さまざまなシステムを導入したことで駆け引きがより奥深く濃密なゲームになりました。02はシンプルで遊びやすい反面、奥深さに駆けマニアからは避けられる嫌いがあったが、このゲームで独自の駆け引きを確立し、格ゲーマニアも納得させました。コリン・マクレイ・ラリー2は1999年にスパイクから発売されたラリーゲームです。リアルな挙動を再現し、ラリーカーを操る楽しさと、前作よりもさらにパワーアップしたグラフィックス、さらにリアルになったマシンの挙動などを体験することができます。車の壊れっぷりが格段に向上したのもラリーゲーには嬉しいポイントです。車の破損は前作にもありましたが、ボンネットが歪む、ウィンドにひびが入るという程度のもので、この点もコリン・マクレイ・ラリー2になり、格段の進歩を遂げています。ドライバー視点での車内の描写も、これまた格段にリアルになりました。臨場感も大幅に向上しました。また、車道の幅が前作より広くなっているステージが多く、ラインの自由度も上がりました。また最高6台でサーキットを走るアーケードモードもあり、ゴツゴツとぶつけ合ってレースをします。他にチャレンジモードがあり、スーパースペシャルステージのタイマンレースもあります。クロノクロスは1999年にスクエアから発売されたロールプレイングゲームです。スーパーファミコン末期の対策 RPGクロノトリガーと同シリーズとされるゲームソフトです。前作がタイムトラベルなのに対し、このゲームはパラレルワールドがテーマです。
よく似ているが少し異なる2つの世界を冒険する RPG となっており、主人公の出身世界であるホームとよく似た世界であるアナザーを行き来するストーリーです。ファイナルファンタジー7やファイナルファンタジー8と同様、1万円のフィールドを 3D ポリゴンのキャラクターが動くスタイルを採用しています。コンピューターによる CG 表現では使用上画面上のポリゴン数に反比例してコマ数は減るのだが、このゲームでは変動性フレームレートによりカメラアングルを計算した上で現在画面に必要な最小ポリゴンを割り出し、画面には映っていない不要なポリゴンを省いた状態でフレームレートが算出されます。ポリゴン表示数の制約が緩和、常に変動値上で最大限のフレームレートを設定され、ドーハートでは従来成し得なかったポリゴン表示出力と滑らかな動きを兼ね備えたグラフィック能力を得ることとなり、凝った演出が可能です。残像、環境テクスチャマッピング、進化したパーティクル技術などによる徹底した作り込みが行われており、バトル画面はもちろん1枚絵であるはずの 2D マップの随所がリアルタイムで処理されています。質感や臨場感を演出しており、窓から入る日差しや水の流れや波紋、はたまた魚や虫などの小動物まで、本作の自然にあふれた世界観を表現しています。鉄拳3は1998年にナムコから発売された 3D 対戦型格闘ゲームです。 3D 格闘ゲームを代表するシリーズの3作目であり、前作鉄拳2から19年後を舞台とし、既存キャラの多くが世代変化が表現されています。横移動の追加による 3D 空間を生かした駆け引きの概念が導入されました。横移動そのものはバーチャファイター3ですでに採用されていたシステムではあるが、そちらでは専用のボタンを使う必要があったのに対し、レバー入れだけで出すことができ、非常に入力しやすいです。これにより相手の繰り出す技をガードするだけでなく、横に避けたり側面や背面から狙って攻撃を当てるといった3D ならではの奥行きのある攻防が行えるようになり、このシステムを採用したことで鉄拳は大きな変革を迎えました。このゲームで特筆すべきはキャラクターの技モーションです。実際の格闘家からモーションキャプチャーすることで非常にリアルで滑らかな動きを実現しています。独自要素として隠しキャラクターやムービーが追加されたほか、ビーチバレーとベルトスクロールアクションゲームの2つのミニゲームが追加されました。このうちベルトスクロールアクションゲーム鉄拳フォースモードはクリアを重ねるごとに隠し要素が解禁される仕組みとなっています。エースコンバット3エレクトロソフィアは1999年にナムコから発売されたドラマチックフライトシューティングです。20世紀最後のエースコンバットシリーズ作品で、約9ヶ月後にプレイステーション2が発売されるタイミングで発売されました。初代プレイステーションではシリーズ最終作品となっており、ハードウェアスペックを使い切ることで発売当時としては豪華な動画を多用した演出や写実的なグラフィックを実現しています。プレイステーションの限界点の一つに数えられるほどマップの書き込みは緻密であり、天候表現もあります。兵器や爆発のエフェクトは後発のエースコンバット4よりも精巧に再現されています。単純に絵が美しいのもさることながら、デザインとインターフェース、そして音楽や効果音もマッチング具合が素晴らしいです。本作を端的に表現するなら、時代を先取りしすぎた名作、世に出るのが早すぎた大作と言えます。時とともに再評価も進んだこと、技術が進歩してエレクトロソフィアの世界観がより身近になってきたことなどから、本作のリメイクを希望する声も増えてきています。メタルギアソリッドは1999年にコナミから発売された
ステルスゲームです。コナミの小島秀夫が手掛けた MSX 通用ソフトメタルギアは、敵から隠れつつ進むゲームという発想から生まれ、ステルスゲームの概念を作った名作です。その続編であり、コナミ MSX2 最後の作品となったメタルギア2ソリッドスネークは、さらに進歩したゲーム性とストーリーテリングの幻の名作ゲームです。それから8年、プレイステーションで蘇ったメタルギアは、 3D になったことでより深みを増したステルスアクション、スナッチャーとポリスノーツで培った映画的演出を盛り込んだ構成です。プレイステーション性能を活かした映像のほか、兵士の吐く白い気筒の描写で極寒のアラスカへの潜入を演出です。プレイステーションの中では最高峰のグラフィックであり、複数のアングルを自由に切り替え可能としたのは世界初の試みです。従来の二次元描写では平面図形を用いて紙にステージ構成を書き上げることができたのに対し、本作では三次元という立体が扱えるため、空間の構成がより複雑になっています。純粋なアクションゲームとして楽しめるのは、もとよりゲームをしながら同時に映画を見ている感覚になれる点で、当時は非常に新鮮でした。後の作品ではムービーゲーと呼ばれることもある本シリーズであるが、本作はムービーの占める割合も程よく、良質なシナリオとキャラクターの魅力を引き出しています。リッジレーサー4は1998年にナムコから発売されたレースゲームです。ナムコの定番レースゲームリッジレーサーシリーズの家庭用4作目です。制作当時の最新の音楽や印象的な陰影表現、ストーリーパートの導入など、1990年代のレースゲームとしては極めて前衛的な作風となっており、初代プレイステーション時代の最終作品です。ゲーム中の BGM はドラムベースやディープハウスなど、当時最先端のスタイリッシュなクラブミュージックを全面的に取り入れています。陰影の表現に焼き付けと呼ばれる技術からグローシェーディングへ変更し、それをコース全体に適用することで滑らかで美しくなるよう変更されました。また先にリリースされたグランツーリスモの影響を受け、車体に対して疑似環境マッピングを実装するとともに、各種エフェクトの実装で当時の最先端といっていいグラフィックを実現しました。演出重視のレースゲームですが、その演出が特に際立って出来が良く、それが一部のファンに最高のレースゲームと言わしめるほどの高評価につながっています。リッジレーサー特有の操作性もあり、手軽に遊べるレースゲームです。これまでプレイステーションの性能限界に挑戦するゲーム第2話でした。ご視聴ありがとうございました。高く評価とチャンネル登録をお願いします。